高校でエースだったから、多分140キロぐらい投げてます。ピッチャーじゃなくてもあれ。山内選手は分かりません。でまずね、キャッチボールこうやってもらってるけど、一番は、お二人ともね、大体言ってるけど、まず相手が取りやすいところ。これは多分監督さんとか、チームのコーチにも言われてると思うんだけど、まずはね、まあ、胸、顔を合わせて投げてあげると、取りやすいですよ。取りやすいですよ。って感じです。まずね、投げる方、投げる人の見てほしいんですけど、投げるとき選手みんな一歩出してるので、ステップして、足を。こうやって、そうそうそう。あ、さすが。オーパーセンテージも。この足が投げる方に向かって、こう入るより、こう入ってあげた方が体重が乗りやすい。山内選手みたいに、こう、こうやってね。で右足入れて、右足。投げる人は右足見てくれ。右足。そう、こうやってね。体形を意識したりして、スライダーしたり、シュートしたりするんで、それを、今スライダーしたなと思ったら次変えてみたりとか、回転式したりして、あとは取る方では、自分のグローブの芯を感じながら、ここが持ち返しやすいとかをこう探しながらキャッチボールしてます。さすが。まず相手に向かって、しっかり思いやりを持ってボールを投げるとか、それが一番最初に思ったことです。適当にバーンって投げて、わーとか言って、危ないとか取ったやろ、さっき。しっかり投げるとこう、しっかり把握したかな、胸に投げる。しっかり胸に投げるぞっていう気持ちを持って投げるんだと思う。あとね、取る方もね、みんな避けて取ってるから。しっかり胸に入ってこない。こっちとかそれたらしっかり胸に入るとか。こっちでも一歩出して胸に入るとか。こっちやからってバーンって投げる。しっかりね、足を踏み出したり。こっちだったら踏み出したりそういうことをね、大事にしてやってください。いいよいいよ、分かんなくてもいいよ。何で2番がいいんでしょうか。いいと思う、教えて。はい、何で2番がいいの。もう跳ねてから滑らかにキャッチしてる。お前ら滑らか好きだな。そう、はい、好きじゃない。好きじゃないよ。1番、こうやって飛んでる。飛んでっちゃう、ブレちゃうかもな。そんな感じみんな。そう一緒。オッケー。2番みたいに取ってほしい。で、意識してほしいのは、落ちてきたボールの下に手がある。こう感じ。パン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 。ボールっていうのは動いてるから自然に戻ってくる、こうやって。で、落ちてくる下のボールの下に手があれば簡単に取れる。ちょっと広がってやってもらう。ありがとうございました。はい、じゃあね、みんな、今日はありがとうございました。またね、この冬頑張って、来年勝てるように、お互い頑張りましょう。はい、はい、じゃあ、最後。チャンネル登録、コメント、ピン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 、グッドボタン。よろしくお願いします。